の隊長の愛称でおなじみ自民党参議院議員佐藤正久さんです佐藤さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いします早速佐藤さんにお話をお聞きするテーマこちら新型コロナウイルス日本政府の対策は万全なのか 新型コロナウイルスの感染拡大による影響が日本各地に広がり、国民の間では不安が広がっていますえ。今朝は新型コロナウイルスの日本政府の対策などについて佐藤さんに話を聞きます。佐藤さん、まずは昨日までの日本国内のこの感染状況ですけれども、えこちらどうご覧になってますかそうですね。間違いなくもう市中感染がもう起きていて、えー、しかもその感染経路がわからないという事例も出てきていたり、えーはい、あるいは あるライブハウスと、はい、そのある地域で集団的に感染がしているような、えー、そういういわゆるクラスターといわれるものがいくつか見つかっている、はい、まさに感染が国内で拡大する、はい、その初期段階にあるというふうに見ることができると思います。えー、一方で、えー、やはりいろんなデマとか いうことから、トイレットペーパーとか食料が急になくなってしまったり、はい、あるいは実際、マスクが足らないという状況、はい、これ、本当深刻で、えー、本当に医療現場とか、介護施設でマスクがないとか、本当大変なことになりますし、えー、また私自身、花粉症なんですよ。ね、これから花粉症の人は辛い季節ですよね、はい、マスクは本当に必要なので、えー、そういう新型コロナウイルスと同時に、はい、やっぱ花粉症対応でものマスクっていうのは、早めにやっぱり国民の方うに渡る。 いう環境を作んないといけないと思います。えーまあ、今回のこのケースで分かりましたが、えー、マスク、国内で流通しているものってのは中国で7割作ってて、です,ですからそれがもうこちらに来なくなってしまってますから、はい、今急ピッチで日本で作ってますけども。その場合も、えー、日本で作る原材料がやっぱり入ってこないと簡単に作れませんから、えー、そういうこともあって、やっぱ今回どうしても中国にいろんな面で依存しすぎだと、えー、自動車関係もそうなんですけども、サプライチェーンも あまり中国の方に依存してしまうと、えー、まあこういうことが起きるともうギブアップと、えー、サプライチェーンも、はい、あるいは完成品輸入も分散するっていうことがやっぱり大事だと思います、えー。はい。さて、そんな中ですね、文部科学省は全国の小学校、中学校、高校などに対して、今月2日から春休みまで2週間程度の適切な時期を設定し、臨時休校するよう要請しました。えも,ともと安倍総理ののの要請を受けたものですがこの判断には賛否両論 が起きています。佐藤さん、この一斉休校という政府の判断は、これはどうお考えですか。これ私もびっくりしました。はい。実は総理が27日に夕方発表しましたよね。ええ、あの直前まで自民党の方で政府と会にやってたんですよ。はい、ええ。一切出なかったんです。はあ、い。当然ねこの。ええ 学校休止っていうのは、前の新型インフルエンザの時もありましたから、選択肢とはありましたけど、いきなり全国一斉ですから、個人的にはやっぱびっくりしたし、やっぱり唐突感というのはありました。いろいろありましたから、できれば25日の起用方針の時に、学校一斉休校というものをあの時にもしも言えればね、3月2日まで、 5日間は余裕ができましたから、はい、また準備はだいぶ違ったと思います、えー、ただからそういう短期間であっても、やはり総理の強い危機感というものを、やっぱり、えー、各の地方自治体の伝わり、結果として、3日という本当にき、はい、き短い期間ですけれども、えー、99%の学校が実際休校して、感染をいかにこう止めようかと、みんなで協力してるっていう姿は、すごいと思いますよね。はいえー、で実際今日本だけではなく イタリアでもね、学校休校っていうのは、イタリアも全土で、ええ、全国でも休校なんです。はい、で今、合わせると、なんとの3億人の子供が今、学校に行けてないという、ええ、このウイルスの関係、ええ、で、さらにこれはもう拡大傾向ありますから、ええ、このままいくと、本当に5億近くの子供が学校行けないという、はい、非常にそういう感染が世界で広がっているという状況のようです、ええまあ、これ、何のために休ませるかというと。まあこ 子供を守るというもちろん大きな目的もありますしもっと大きなのは、やっぱり国内の感染を防止すると、はいはい、その一環で子どもの命を守り、はい、子どもはやっぱりいろいろ動きますから、はい、子どもを介して、またお年寄りの感染するのも困りますから、はい、一番大きな目的は、日本の感染を拡大させない、はい、これから拡大する、そのピークを後ろにずらす、はいで、そのピークの高さ、はい、これを低くする、その間に治療薬を作るというのが一番大事で。はい、まあ実際私が 感染しても、軽症であれば、治療薬がないから、結局、あの、安静するしかないんです、はい、これ重症化すれば、あの、人工呼吸とかあるかもしれませんけども、軽症であれば、感染して分かったとしても、薬がないんですから。特効薬ないですからね。だいです、えだ。だ で体この感染の山、はい、これを後ろにずらして、えー、そのピークを少しでも低く、高さを低くして、はい、その間に早く簡易検査キットとか、はい、治療薬、えー、これを作るというのも大事だと思いますはい、まあ、今回何がこの手ごわいというと、新型コロナウイルス、感染実際してても自覚症状がなかったりだとか、非常に軽かったりするので、はい、今、佐藤さんおっしゃったみたいに、子供がその間にこう感染してても動き回って、はい、そして重篤な方というか、ご高齢だとか、はい 病持ちの方に感染させてしまう可能性があるというのも一つの問題なわけであれば、今、イベントなんかも自粛してますよね、はい、でもそういうものを自粛してもらっても、えー、満員電車で通ってたら意味ないんですよ、はい、やっぱそこも本来は、満員電車対策も次の対策とやっぱやらないといけないし、はい、また、学校をね、今、休ませるといっても、

学校を開放したりとか、はい、いろいろ工夫してやっているようですけども、えー、そういう努力っていうものには本当に頭が下がる敬意を表したいと思います、はい、今話に出ましたがイベントコンサートの中止あと延期も相次ぎまして経済への影響も深刻です政府観光業や中小企業の資金繰りの支援の拡充など追加の対策に向けた検討も始めていますこの政府の経済対策についてはいかがでしょうかと、ね、とりあえずの第1弾として、はいいろいろ150 三3億円の費を売ったり、あるいは特に、はいえー、やっぱり融資ですね、えー、融資、保証、はいうん、5000億、えー、5000億の保証とか融資枠というものを今回、あのー、設けてますし、はいで、さらに今、令和元年度の予算の中で予備費、これは2700億円です、はい、これも,、まあ、もう優先的に使おうと、えーで、また今月中に来年度予算、はい、これも成立します。はい、成立すると今度は予備費が 億この予備費もあの当面、ある程度全部と言,わ、ね、言いませんけども、はい、これ充当しないといけないし、えー、でそういうの全員足りませんから、はい、そのたの国債も発行もやむなしという形で、えーはい、やっぱり補正予算。うん これやっぱ4月5月の動向を見ながら、補正予算まで組まないと、ええ、これ本当大きな東日本大震災の時以上の経済的な影響が出てるって言われてますから、ええ、これは真剣にやらないといけないと思います。ええ、ただ、はい、イベントとか自粛もとりあえず3月15って言ってますよね。ええ、その時に本当に自粛要請がそこで終わるのか、ええ、延期するのかってまだわかんないです。はい、まさにこれからな、 大事なあの 1, 週間ととといいうことがやっぱ言えると思います、えー、本当にこういう影響が非常に厳しいので、えー、なんとかね、感染者の数の増加のスピードが収まるという状況をやっぱ期待したいし、われわれはそれに向けて、国民みんなが、はい、政府が発信する正しい情報に基づいて、正しく行動するということが、 これからの1週間本当に大事だと思いますはい政府はですね新型コロナウイルスの感染拡大防ぐため新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を目指しています安倍総理改正法のこの成立した後ですね速やかに緊急事態宣言を出すことを念頭に置いているとされていますえ住民の外出自粛ですとか学校の施設の制限なども可能になります、うんえー、ですから運用次第ではですね国民生活に大きく影響 するこんな心配も出てきてきいます、まあ、こうした政府、安倍総理の判断、まあ、これ、賛否出ているかと思うんですが、佐藤さん、いかがでしょうか私は、ね、これ、1月の実は下旬の方から、はい、この、えー、法律を使うべきだと、あはい、うみんな修正してでも、これ使うべきだと、実際 1>,、えー、1月28日のツイッターでもこう書いてるんです、えーはい、当時から私みたいな意見は、かなり少数派でした、えー、中国からの入国制限、もっとね、もう禁止すべきだという意見も少数。えーはい、なぜかとというと 武漢の状況を見てたら、ただ事とじゃないですか。はい、かああいう状況を見たら、えー、やっぱり日本がそういうことになり得な,ないとは誰も言えませんから。えー、であれば、しっかり水際を高くするとともに、いざときに備えて、このような新型インフルエンザ対策特別措置を、はい、こういうものを使えるようにしとかないと、えー、本当にあの間に合いませんから。うん 警鐘を鳴らしていたんですけれども、えー、やっとここにきて、政府も動いてくれて、えー、この新型インフルエンザ対策特別措置,措置法ですね、はいえー、これもおそらく来週には成立するというふうに思いますし、はいえー、問わせて国内の方で、これだけいろいろの学校休校とか、イベント自粛とか、うん、さらに場合によっては、緊急事態宣言というものを出して、国民の権利を制限する状況が、 来ないとも言えませんから、えー、本当に状況が厳しい場合でしょうけれども、えー、そういう時に国内だけ厳しくして、水際を緩いところは説明つきませんし、はい、やっぱ蛇口も閉めるべきだということから、えー、あのやっと中国、あるいは韓国等からの入国、はい、これについて制限をかけると。やっとここに来て、そういう方向がもう決まりましたので,、はい、で、できればもっと早くから、そういう水際を高くする、えー、あるいはこういう法律も、 えー、適用できるようにするということが大事で、はいえー、特にこの法律については、私は2段階がいいと思ってるとりあえず1段目で、えー、もう定員定員の中にこの新型コロナウイルス、これを入れる、はい、でそれだけでの1回通すと、でその後しっかりいろんな教訓が出た後、えー、さらに次なるこういう感染症に備えるためにも、体の部分、部分もやっぱり入れて、ですね、えー、このさらにしっかりした修正を行うと、えーはい、これは4月、5月でもいいと思いますから。えー、はい こ、はい、ういう二段階でやるべきだと私は思います。はい。この新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正ですが、まあ、中の意見としてはですね、えー、これ改正しなくてもいけるんじゃないかみたいな意見もあるんですが、はい、具体的にはこれじゃ足りないっていう部分があるんですかこれまずの定義がね、えーあの、新型インフルエンザと新感染症なんです。はい。二つなんです。はい、で今回のは新感染症に当たるかというと、政府の見解としては、えー、これは、 もうウイルスが分かってるし、新しいもんではないと、なので今、政府の方は指定感染症という形で今、指定してるんです、その指定感染症に指定したおかげで、知事は陽性の方々に入院を勧告できるんです、これが新感染症のままだと、それは指定できない、入院しろって言えすね。 いろんな制約があるので、とりあえず定義の方に追加をして、はい、指定感染症のままで、えー、この新しい新型インフルエンザ対策特別措置法というものを使うと、両方でこう行っていくまが、はい、分だと実際的だと思います、えー、ところで佐藤さん、はい、習近平国家主席の,この来日、延期になりましたね、はい、やはり今回のコロナウイルスの影響で、はい、中国の方も日本の方も、 これれを受け入れる環境にはなななかかいいいととうのが一番の番要因だと思います、はいえー、で中国の方はもう全人代、これ3月5日予定でしたけども、これを延期をしたと、はい、やっぱり落ち着かなければ、もう政府としての方針が決まらないという中で、えー、訪日ってもなかなか成果を得ることができないし、はい、日本のはまさに今、これから新型インフルエンザの対策特別措置法というものを今、 え、議論をして、場合によって緊急事態宣言というような段階ですから、はい、とてもしっかり準備ができるという状況ではありませんから、はい、これはとりあえず延期というのが筋なんでしょうけれども、はい、ただそもそもね、ええ、今回、法日にあたっては、やはり尖閣含む東中への問題、はいの、日本人拘束の問題、ええ、あるいは、ま香港含めた人権の問題、はいえー、食品輸入規制の問題と、いろいろ4つのトゲがありましたよね。ええ、これについてもなんだ 環境は改善していないという状況を考えると、ええ、やっぱり、えー、今回延期というのは正しい選択だと思いますし、はい、できればそういう環境が整うまでもっと長い延期をしなければいけないと私は思います。はい、今朝は自民党参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きました。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。